競馬見るようになればなるほど分かってくる、ミラクルおじさんのヤバさ。に対するみんなの反応。競馬見るようになればなるほど、ミラクルおじさんのヤバさが分かってくる。本馬の賞金よりも多い払い戻しを受けるおじさん。なんかすごい賭け方したくらいしか覚えてないけど、あれっていくら賭けていくら支払われたんや？1200万賭けて2億もらった。もともと5万か50万からスタートして、お出地で1222万、そこからひしみいで2億。本競馬って儲かるんやな。仕上がってるとか情報握ってたんかな。それでもイカれてるけど。そんな情報だけでアホな単勝買えるかっていう。未来人が一瞬だけ過去に戻ってきたって言われても信じるわ。いきなり1200万突っ込んだらオッズどれぐらい変わるんやろ。一瞬だけ前より1人気になったらしい。最終的に6番人気だから、一瞬だけでもそのくらいは変わるんやなって。一時的に 1.6 倍くらいになったってさ。その後結局16倍くらいになったとか。普通の馬娘には重すぎる期待だな。え？史実で見たら全然普通じゃないって？額はともかく下手に買い方こねくり回すよりは、単勝1点の方がプラスになる気がする。まあ回収期待値では単幅最強だからそれはそう。先週ほぼ3連単だけかけ続けたけど、パドックで惚れて買った単幅1点だけででかいマイナスから大楽天したし、マジで正解だと思う。帯風取りたくて3連単やってるけど、真面目に回収率考えるなら単幅以外は滅多に手を出すべきじゃない。未だに語り継がれてるし、やっぱ着物太いおじさんやったんやろな。大口ぶっ込むだけなら過去にも多数いたけど、成功例としては JRA 史上最大だからな。ずっとひしミラクル買ってたならまだ理解できるけど、ネオユニもデジタルもいたのに、いきなりひしミラクルにぶち込むの本当に理解できない。適当に遊んでたらいつの間にか巨額に膨れ上がったお金、100万円以上が、手元にあったら金銭感覚狂っちゃうから、まっさらにしようとわけわからんところにかけたら、また当たっちゃったと妄想。こち亀にとんでもない額の金を1日で使い切ったら、超大金持ちの遺産を相続させるって言われて、最低人気の馬にほぼ全額突っ込んだら買ってしまった、みたいな回あったなって思い出した。デジタルの価値までならまだそれで説明がつく。だけどデジタル価値分の税金支払いが発生してるのに、全額ひしミラクルにぶっ込むのは普通はしない。未来人以外なら普段から単勝数百万とかやってる人だと思うよ。G1 だとよくある。俺らが普段単勝1000円買ってるところ、1万になったからそれをさらに転がしたのと同じ感覚。一方ステイゴールドは98年天皇賞春にて、シルクジャスティスとメジロブライトの馬連5000万を紙くずに変えることに成功した。5000万。会社の応用金。とある漫画に書いてあったギャンブルで勝つ方法。1、かけるのは1度だけ。回数が増えるほど期待値に近づいてしまうため一発勝負。2、一番確率が低く一番儲けの大きい大穴にかけること。1で確率を無視するので一番リターンの大きいところを選ぶ。確率に飲まれないようにするためだけど、これでも受けるのは相当運がないとダメだわな。ギャンブルやしな。順当なものにかけてたらちょっとしかリターンがないし、倍率1倍でも負けることもあるしな。まあオチとしてはギャンブルは勝とうとするもんじゃないってことだな。うまく言えないけど勝つことより当てる喜びを楽しむって感じやね。ギャンブルで勝てるほぼ唯一の必勝法は胴元になることだぞ。真面目に未来人だった説はあるかもな。いや、ひょっとしたら、馬娘に関わる馬ばかりだから、俺たちのうちの誰かがこれから過去に戻って大成功するのかもしれんぞ。実はこれも、馬娘ひしミラクルに脳を焼かれた人間が過去に戻ってやったことらしい。ドラ、モンが言ってた。鶏が先か、卵が先か、みたいになってる。絶対勝つと自信があったとしても約1200万1点外とかようやらんわ。1200万という金額はやばいとは思うが、天皇賞春を買って勢いがあるのに6番人気の穴馬扱いになっていたのが、今考えるとちょっとおかしかったのだよな。
確かに二桁負けをしていて安定とはほど遠いとはいえ、琵琶林秀や玉もクロスなど天皇賞春、宝塚記念勝った馬がいることを考えると、大多数が情報に翻弄された感がある。連勝ならともかく惨敗の連続から弱面の天皇賞春を勝ったって人気はそんなもんだぞ。菊もメンバー強かったとは言い難いし、京都の長距離ならそこそこだけど、それ以外はちょっとって宝塚の時点ではそのレベルの評価だった。宝塚勝って休み明けの京都大賞典もタップの2着で、天春1着宝塚1着京都大賞典2着と、マジでこれからって時に故障して進化を見せないまま引退やで。勝ち倉も長距離だけだしね。ライスシャワー的なイメージの人もいただろう。タップに負けた京都記念で、あ、岸ミラクルって本当に強いんだって気づいた人も少なくなかったと思う。当時まだ G1 勝ってないタップと互角の勝負したから、岸ミラクルの評価が上がったってのよく考えるとおかしい気もするけど。琵琶も玉もクロスも春天の時点で一番人気だろ。岸ミラクルと比べるのは鈴鹿マンボとかマイネルキッズとか、アナサイドじゃないかな。2003年、宝塚記念。その男は、わずか3度の戦いで神話になった。とんでもない買い方をし、瞬く間に配当金を積み上げていった。馬券師たちを絶望させ、万馬券を夢見る者の目をくらませる、超高額の払い戻し。その男の名は、わからん。あくまで逆算してったらそこでこの金額かけてるかもで、実際は岸ミラクル1200万以外は不明だから。目撃証言が正しければ、デジタル130万までは合ってるぞ。デジタン130万かけ馬券を換金したその場でミラコ1200万全突破してる。その130万の元手に関してのみ逆算予想に過ぎない。ミラクルおじさん。鉄火場をくぐり抜け、イフト敬意の対象となった一人の賭博師。彼はたった数度だけ、世間に現れた。その後の動向は不明。ついにその正体に触れることはできなかった。ただ、彼の話をするとき、みんな、呆れと羨みに少し楽しそうな顔をしていた。それが答えなのかもしれない。いやもう本当未来人だろこれ。タイムパトロールに消されたんやろうな。冗談抜きでミラクルおじさんのせいで未来人の存在を信じるようになった。一番信じられない岸ミラクル2200万かけて2億受け取ったことが真実で、まだ可能性ありそうなデジタルとネオユニの話が真偽不明な噂でしかないっていうのが怖いわ。ぶっちゃけ今だと単勝だと掛け金のトータルが少ないから、ドカンとそこに張り込むとオッズが下がって妙味がないんよ。多分この人はそれを繰り返しては失敗して身を持ち崩しているんだろうなと思う。どこの誰かは知らないけれど、誰もがみんな知っている。つまりミラクルおじさんは月光仮面。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。